皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ファイナルファンタジー USA ミスティッククエスト実況プレイパート15やっていきたいと思います。巨大老木攻略の続きです。さてと、おっとストーブがと動画自体は久しぶりの撮影です。ちょっとね、余裕を持って撮影はしてるつもりなんですけどね、生贄と雪の刹那の撮影も始めましてね、ちょっとしばらくそっちを撮っていたので、それをね撮るためにこっちをね結構貯めてね先に撮っておいたので、さてさて、確かね重要なものは多分回収はできてるので、できてるね、メテオ取れてるもんね。あとはまあここを突破してしまえばいいだけですね。ちょっと待った、ストーブ気になる。はい、すいません、やっていきまーす。今特別寒くないしね、厚着してるんでストーブ消しちゃいました。よし、やっていこう。さて、モンスターの特性をねあんまり覚えてない。アビスウォームはですね斧に弱かったはず。よしいぞ。でブラックスライムは確か爆弾に弱いんだけど攻撃力的に大丈夫だよね。よし、そしたらまたブラックスライム、爆弾で一気にダメージ与えちゃうか。オッケー、あんまかかるターン数が変わらないから関係なかったかな。うん、ほい、普通に戦おうミスしなければ大丈夫。なんか結構決まったダメージが出てるから、もしかしたらこのゲームのダメージ計算は結構単純なのかもしれないあんまダメージに乱数を感じないですよね。基本的に一定のダメージを与えられるから、なんていうかなんだろう、作戦は練りやすいっていうか。どうだっけ、あれどこだっけ、あれどこだっけ、あたたた、びっくりしたどこだか分かんなくなっちゃった。スカルジャー、よし、魔人の斧強いね。さすが斧系統の武器で最強の武器です。あと最強の状態になってないのは剣ですね。今までね剣はちょっと他の武器に比べてどうにもね
性能がパッとしないというかね、一応素早さは上がるといえば上がるんですけど、そのくらいですもんね。斧に攻撃力は負けてるし、状態異常があるわけでもないし、敵全体を攻撃できるわけでもないしね、まあ、別に悪くはないんですけどね。一応一時期なんだっけ、勇者の剣かで、まあ氷のピラミッドは攻略したわけですけども、その後すぐにね、ね、バトルアックスとか手投げ爆弾とか強力な武器手に入っちゃいましたもんね。おい、即死。ば、これはまずい、逃げよう。あ、回復すればよかった。おわー、めっちゃこっちの方がスピードは速いからまあいいけどね。よし、おお、あ、エアロー使えば一撃なのか。なんだ、カレンは別にそんなにね、魔法にこだわらなくても普通に斧が強いから、うん、雑魚処理には使っちゃっていいかもしれないな。じゃあ剣でカチッと。うわー敵がめちゃめちゃいるじゃねえか。そういうことならまあ封印魔法あるから黒魔法は別にいいか。スネを装備してエアロだ。いいね、うん、スカルジャーの効率のいい倒し方を見つけた。あ、だとしたらザッシュ爆弾投げてカレンエアロでいいのか。ダメージ分散するけどそれなりに入るでしょ。倒しきれないマジか。痛い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 。こっちかよ。まずい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 。普通にエアロでいいね。でもまあ経験値は欲しいのでしっかりね戦っていきます。エアロ、こっちもエアロ。よし、オッケーオッケー。もっと早くにこの戦い方見つけとけばよかった。そうだよ、別にカレンの MP は温存する必要ねえんだ。せいぜい白魔法くらいだ。あ、サクサク。いやでも爪装備して一応魔力上げているのにまだカレンの方が魔力上なのか、すげえな。いやでもいいダメージソースだ。よし、レベルアップ。これでステータスはどうなった。うわ、魔力圧倒的に違う。そうっすか。カレン強いな。うわ、すんげえキメラチックなやついるよ。キメラ、キマエラ。キメラはドラクエだ。よし。
多分そこ下に一回降りてみるか。そんなに特別何かはなかったと思うけども、ああここまで戻されるだけかい。そうだね、意味なかったね。となるとどこどう進んでいくんだっけ。うわ、ちょっと待て、ちょっとさっきのところまで戻ります。じゃあボスですね。おっと、さあ落ちないように、そんなに慎重にもならないけど、回復と準備をねしっかりしておきましょう。セーブ、よし。武器は爪を使ってね、魔法攻撃で挑みます。キマイラ、スカルシャ、よーし。そしたらいきなりメテオとエアロ、両サイドのスカルシャにもねしっかりダメージを、ああ防がれた。あ、先に両サイド片付けてからにしろかったな、混乱するし。まずいまずい、エスナ治る、勝手に治る。うわ、いって、いやめんどくせ。ちょっと待って、一回まず周りを蹴散らすわ。よし、オッケーオッケーオッケー。じゃああとはメテオとカレンに回復を任せよう。結構痛いな、自信。いいダメージだ。メテオは地属性、まあ土の属性があるんですけども、問題ないみたいですね。石化しちゃって。まずい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 、エスナ。結構強いな。キャリー。余裕があるのでエアロで攻撃します。石化、お、風効く。ピンチ、メテオレイズと、アレンの魔力も高いもんな。メテオってこの超強力魔法とほとんど同じ威力出すもんな。いいね、もうちょい頑張れ。くっ、あ、しょ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 、マジ捨てた。よし、倒した。どうだ、よくぞモンスターを倒してくれた。お前たちを通してやろう。お、歩いてるぞ。
キーが歩いてます不気味だから。あ、で一応帰るルートっていうことか。でも別にテレポ使えばいいんじゃね。テレポ、よし、樹海の祠。お、ホワイト。マックに会えば予言のことを話してくれるじゃろう。それだけかよやれやれ。ほんとね、このゲームはですね、会話は少ないです。ほんと一言二言で会話が終了してしまう。それやっぱね、ゲーム性を優先しているっていうことなんでしょうね。さてと、そしたらですね、ここにバトルポイントが2つあるわけですけども、ちょっと確かこのバトルポイントが最後のバトルポイントになるので、ちょっとカット入れてこれサクッとやっちゃいますね。カット。よしと、ではバトルポイントをすべて終了。ちょ、これでバトルポイントをね、20箇所全部、クリアいたしました。と、封印魔法があるからね、サクッと攻略できました。はい、ではまずウィンディア、こちらに行ってみたいと思います。新しい街だ。早速だけどね、買い物。おっと、めねえ、あ、私の愛のロケットを300ゴールドで買わない。そんな重たいものを売るのかよ。300ゴールドで、たったの300ゴールドで買った、買っちゃうっていうね。愛のロケット、防具のアクセサリーの一番いいやつですね。沈黙と暗闇と混乱に強くなったみたいですね。うん、混乱も効かなくなるのはすごいな。これで毒、麻痺、混乱、暗闇、沈黙、結構いろんな状態に強くなりましたね。うん、素晴らしい。さて、めちゃめちゃ風が吹いてますね、この街。とりあえずね、いろいろ冒険してきて疲れたから、一回宿で寝たい。ポーション買いちょかっとこう。よし、おやすみなさい。はい。あ、早速木箱だ。これタイミングでね、ポーションとか出てくるとちょっとショックですよね。まあ、ロープレイあるあるですけど、買ったアイテム後で出たみたいな。で、お、あんたが夫？えい、後にしてくれ。私が作った虹の道で娘のノームが塔のある島へ行ったんだ。だが東の山からの強い風で機械が壊れて虹の道が消えたのだ。この風が止まらないとノーマは帰ってこれない。ザッシュ、行ってみましょう。風のクリスタルはその山にあるかもしれないわ。なるほど、でそこに行ってそのノーマという子を助けようということですね。よし、じゃあ早速行ってみますか。東、ここは風穴の祠。多分ここはそんなに何かがあるわけじゃなくて、宝箱が1個あるくらいだね。そんな重要でもないんだけど、まあいいや、せっかくだから食べとこう。ヒールポーション、エスナ使えるからね。もうあんまり使わなくなっちゃったけどさ、もう魔法の木の実もがっつり買っちゃったんでもう温存しなくていいや。風の山脈。さてと、
ここもですね、結構一癖ある、ひょっと広い感じのねダンジョンなんですよね。ちょっと敵見逃す可能性大です。よいしょ。そんなに重要なもの置いてなかったと思うんですけどもね。どうだったかな、しっかり見ていこう。あ、じゃあこの橋は落ちないようにはなってるみたい。あっち側に宝箱が1個あるな。消耗品の箱だけどいただいておこう。ここではジャンプとなんか爪がキーになりそうだな。そしたら爪でいいね。まずはコウモリが3体、ヴァンパイア、こいつは風属性に弱かった。バトルポイントで1回戦いました。1回じゃねえな、結構戦いました。なんかバトルポイントやっておくとなんかちょっと先の敵がね現れたりして結構戦闘のヒントにはなるんですよね。お、レベルあった、よし。さてさて、なんかそんなに敵いないな。あ、この組み合わせめんどくせんだよな、ワンネス。これはもうメテをぶっ放してエアロで。木の実がいっぱいあるから、あんまり温存とか気にせずサクサクいっちゃいたいと思います。木の実安いしね、意外と。このゲームだとさ、魔法の木の実買うか、宿で寝るくらいにしか、そんなにお金使わないし、まあ、CT は火薬買うくらいかな。あるじゃん。これは全体エアロで。楽勝。まあ、敵見逃すかもしれないって言ってもレベル30あればもう結構いけますけどね。わ、首のないモンスターがいる。そうきたか。こいつなトゲあるから嫌なんだよな。メテオで倒しきれないだよね多分ね。しょうがない、一発は食らうか。うん、トゲで反撃してくるんですよね。あとは殴ろう。よし。石邪魔だな。こいつは楽勝です。あ、生き残った。よし。あいつ結構 HP 高いんだな。なんか、ほんとここのダンジョンそんなに敵が配置されてないな。楽でいいけど。まず骨やだ。骨を蹴散らす。どうせ二人とも水属性の攻撃には強いんだ。よし、あと攻撃で。あー、そっちにアイテムあった。ちょっと待った。いろいろとこうルート分岐のある場所
ていうかね、上に行けばいいのか下に行けばいいのかはっきりしないダンジョンはそういうのがあるね。でも気づけてよかった。よし、エアロで。でギリギリ倒しきれない。でとどめと。オッケーでございます。リフレッシャー、リフレッシャーってさあんまり使いどころがないんですよね。あの攻撃力下げられたり防御力を下げられたりとかそういう時にその効果を打ち消してくれるんですけど、あんまり役に立たないな。お、メテオ、エアロ、単体で。そっちが先かよ。ザッシュ早くなったな。さすがというかね、素早さは高いんですよね、地味に。それでもレベル30まで上がって他の能力大体負けてるんだけどね。防御力だってこれ結局あれだもんね、装備の性能だもんね。おおお、いい宝箱あるじゃん。え、逆パターン、逆パターンっすか。メテオぶっ放すか。少しでもダメージを上げる。よし、あー回復された。よし、アポロの兜来たよ。最強の兜、火属性に強いっていうのは一緒なんだね、まあ、防御力は結構高くなりました。うん、防具に関してはあと鎧と盾が手に入れば最強装備ですね。いやーこれなー、カレンに先に動いてほしいんだよなー。飼育所。もう一発。メテオ強いもの、地属性効かない的には残念な威力になっちゃうけど強いもの。さてだいたい倒したのかな、なんかそんなに戦ったイメージねえな、ここ。もしかしたら他にもで点在してるかもしれませんね、敵が。エアロ、エアロ、どうでもいいんですけど、ここ一応なんだろう、風のクリスタルに関わるね場所なのに風に弱い敵が多いっていうのはこれいかに。前のとか氷に強いとかさ、火に強いとかさ、そういうのがあったのに。で早速ボスだ。準備します。あ、てか一回これで区切るか。バトルポイントからそのままの撮影だっていうこと忘れてた。よし、じゃあね、次回、このボスを倒して、そのね、なんだっけ、ノーマだけか、なんか、帰ってこれなくなったところをね、助けに行きたいと思います。はい、では、ファイナルファンタジー USA ミステイククエスト実況プレイパート15、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まとめていけるなー。